グリーゼ 581C。グリーゼ 581C は太陽系から約20光年離れた赤色矮星、グリーゼ581の周囲を公転する太陽系外惑星である。この星系の惑星としては2番目に発見され、内側から数えて第3惑星にあたる。グリーゼ 581C は初めて発見された。 ハビタブルゾーン内に存在する地球型の惑星とされたため、天文学者たちから多くの関心を集めた。しかし、その後の研究で、クリーゼ 581C が超積力の影響で、惑星の片面が常に恒星を向けている、可能性が高く、惑星の居住性に関しては疑問が投げかけられている。地球からは約20.5光年。 約200兆キロメートル離れており、天文学的には比較的近い距離に位置している。発見チームは2007年7月付のアストロノミーアストロフィズニックスにて同年4月27日時点の観測結果の論文を発表した。その際、ハビタブルゾーン内の軌道を持つ可能性が高く生命が存在することが可能な表面温度を持つ岩石型の惑星。 地球型惑星と報告されている。グリーゼ 581C の存在と、その質量は、太陽系外惑星の検出方法としてよく、用いられる、ドップラー分光法によって求められた。質量は、主成グリーゼ581が、グリーゼ 581C の重力によって揺れ動く、速度から計算することができる。未確認のものも含め、存在する、可能性がある。 クリーゼ581の6つの惑星すべてにケプラー法則の解がある場合、クリーゼ 581C の加減質量は地球の5.5倍になり、この質量からクリーゼ 581C はスーパーアースに分類される。クリーゼ581構成系の動力学シミュレーションによると、惑星 F と G を除く4つの惑星の軌道は強平面で、 質量が加減の1.6倍から2倍を超えると不安定になると見積もられている。これは主に惑星 B と E の位置が近いためである。このことよりグリーゼ 581C の質量の上限は地球の10.4倍になる。グリーゼ 581C は直接検出されていないため半径は分かっていない。さらにドップラー分光法によってわかる惑星の 物理的特徴は、加減質量のみで、これは限定された惑星の半径や、構造の論理的モデルしか使用できないことを示している。真の質量が加減質量だと仮定すると、半径は様々なモデルを用いて計算することができる。例えば、ユードリーラのチームは、グリーゼ 581C が大きな鉄でできた核を持っているとする場合、 クリーゼ 581c の半径は地球より50%大きくなると見積もっている。このような場合、表面の重力の強さは地球の約2.24倍になる。しかし、クリーゼ 581c が自か氷、り、あるいはその両方から構成されているとすると、その半径は地球の2倍以下で、 ダイアナ・バレンシアらがまとめた密度モデルによると、表面は海や川などの水系が多く占めるようになるとされる。この場合、表面の重力の強さは少なくとも地球の1.25倍になる。彼らは、グリーゼ 581C の真の半径は、この極端な二つの場合の間であろうと主張している。天文学者によって意見は異なっている。 マサチューセッツ工科大学のサラ・セガーは、グリーゼ581や他の地球の5倍の質量を持つ惑星は、次のパターンがあると推測している。仮に、グリーゼ 581C が構成面を通過する場合、トランジット法による観測で半径を求めることができる。しかし、カナダが打ち上げた宇宙望遠鏡モーストによる観測では、グリーゼ 581C は、 構成面は通過しないことが示されている。最近の研究では、スーパーアースの内部が太陽系の岩石惑星のようになる可能性が低いことが示されている。その後2008年には、仮にこの惑星の表面が75%以上の水の雲に覆われているならば、表面には液体の水が存在できるとする論文が発表された。 アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計や将来の大型天文装置によってこの星の詳細な分光観測やイメージングが可能になるかもしれない。グリーゼ 581C の光転周期は約13日で主星からの距離は太陽を地球間の約7%しかなく約1100万キロメートルに相当する。ちなみに太陽から地球までの距離は 1> 約1億5千万キロメートルである。しかし、主星グリーゼ581が太陽よりも小さく低温の赤色矮星なので、ユードリーラのチームらはグリーゼ 581C はハビタブルゾーンに位置し、そこにおけるグリーゼ 581C の温度分類は暖かいワムとしている。グリーゼ八十一と同じスペクトル M 型年齢、金属量を持つ 典型的な恒星の半径は 0.00128au で、太陽の 0.00465au と比べて約4分の1となる。しかし、グリーゼ 581c は主星にとても近いため、仮にグリーゼ 581c の表面から眺めると、地球から見た太陽よりも3.75倍、明るく14倍大きなグリーゼ581が輝くであろう。 しかし、2007年12月にドイツとフランスの研究グループが独立に発表した2つの論文によると、ハビタブルゾーンにより、主星に近いところを好転していることが指摘された。グリーゼ581からは少し離れているため、グリーゼ 581C は片面を常に主星に向け、もう片方を永久に主星に見せることがない、調積力による調積固定。 自転と光点の動期を受けているとされいる。主星の観測からグリーゼ 581C は円形軌道であることが示されているが、より古い研究では0.10から0.22の軌道離心率の値が求められている。これほど軌道が歪んでいれば、光点軌道上で表面温度に大きな差が生じる。惑星が主星に近いときは調積力が強いので、惑星は 疑似動期、須度シンクロナイゼーションとも呼ばれる、光転周期よりも短い時転周期が予想される。この効果の例として、彗星がある。光転周期と時転周期の比はおよそ3、2で、これは2回光転するごとに3回時転することを示している。いずれにしても、光転と時転が同期していても、惑星は、かり動し、かり動している間は、 惑星の明暗境界線は変化している。時間経過と共に変化する惑星軌道の進化モデルは、潮積力に起因する熱が地質学において重要な役割を果たすかもしれないことを示唆している。天文学者によって提案されたモデルでは、この潮積力によって生じた熱が、プレートテクトニクスなどの地質活動を引き起こし、木星の衛星オの 約3倍もの表面熱流束をもたらす可能性を信じている。コンブロラの研究チームは、グリーゼ 581C に関して、グリーゼ 581C は主星に近すぎるため、ハビタブルゾーンからは明らかに外れていると結論付けている。また、セルシースらも、ハビタブルゾーンにある惑星が、必ずしも居住可能とは言えないと主張しており、 グリーゼ 581C は、ハビタブルゾーン内にあるとは言えず、仮に地表に水があるしても、主星からの強い X 線や極端紫外線などによって失われ、今日の金星のように、表面温度が700から1000系にもなる可能性があるとしている。他の科学者による温度推測では、主星グリーゼ581の表面温度に基づいて求められている。 グリーゼ581の表面温度には 96K の誤差があるが、それを考慮せずに計算しても、グリーゼ 581C が受ける放射照度はかなり大きいとされた。グリーゼ581の高度は、太陽高度の0.013倍と測定されており、これに基づいて、グリーゼ 581C の有効温度、表面温度とは異なるお国体だと仮定して、計算できる。 ユードリーラのチームによると、アルベドー星と同じ0.64と仮定した場合、有効温度は 270K 摂氏3度となり、地球と同じ0.296にすると、313K 摂氏40度になり、1気圧の圧力で水が液体として存在できる範囲と重なる。しかし、有効温度と実際の表面温度は大きく異なる可能性もあり、 例えば金星の有効温度は 307.4K、摂氏34.25度だが、大気成分の約97%が二酸化炭素のため、その暴走温室効果によって、実際の表面温度は 737K、摂氏463.85度にもなっており、約 430K も差がある。居住性、すなわち生態系や生活に必要不可欠な液体の 水の存在は、クリーゼ 581C では、金星のような暴走温室効果によって、困難であると結論づけられている。しかし、この暴走温室効果は、常に主成を向けている昼側の領域で十分な反射雲があれば、防ぐこともできるとされている。また、表面が氷で覆われていれば、高いアルベドを持つことになり、宇宙空間から入社する光や熱を反射し、 惑星を涼しい気候に保つこともできる。逆に火山活動が起きていれば、それによって発生した水蒸気や二酸化炭素が暴走温室化を起こしてしまうかもしれない。前日の通り液体の水が存在する可能性は低いとされている。水が存在するという直接的な証拠は発見されておらず、液体の状態ではおそらく存在しないと思われる。 惑星 HD209458B の大気分析のような手法を使えば、グリーゼ 581C の大気中に水が水蒸気として存在しているかを将来的に求めれるかもしれないが、グリーゼ 581C は構成面通過を起こすことは知られていないため、その手法が使用できるかは不明である。 理論上のモデルでは、水や二酸化炭素などの揮発性化合物が存在している場合、とても暑い昼側で蒸発し、涼しい夜側へと移動して、そこで凝縮して、氷感を形成する可能性があると予測されている。時間の経過によって、大気全体が夜側の氷で冷やされ、凍結する可能性もある。グリーゼ 581C の表面に、 水やに酸化炭素が存在するかは不明だが、大気が安定していると、その大気が熱を全球に伝わり、居住可能な領域を作り出しているかもしれない。例えば、金星は、自転軸がほとんど傾いていないため、極地にはほとんど太陽光が届かない。地球よりも117倍遅い自転速度は、とてつもなく長い昼夜を生み出すことになる。それだと、金星全体の温度は、 不均一になるはずだが、全球にわたって吹いている強風、スーパーローテーションによって、ほぼ同じ温度に保たれている。アンフは、2008年10月9日に、赤色矮星グリーゼン581を公転している、グリーゼン 581C に向けて送信された、高性能デジタルラジオ信号である。アンフは、SNS サイトベボを通じて先行された501のメッセージからなり、 ウクライナ国家宇宙局が運営する RT-70 電波望遠鏡から送信された。グリーゼ581との距離が現在の測定値と全く同じだとすると、信号は2029年初頭にグリーゼ 581C に到達するはずである。アンフプロジェクトには有名人や政治家を含む約50万人が参加した。年月日時点で、 アンフはグリーゼン 581C までの約192兆 km のうち約59兆4800億 km まで到達し、これはグリーゼン581系までの距離の31%に当たる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。